大西さんって前の委員長ですよね。なんで何回も何回もやっちゃって、はい、委員長の面汚しじゃないですか。質問を続けてください。場内静かにしてください。杉田水脈さんですよね。杉田水脈さん裏金議員じゃないですか。自民党はさっさと回答してください。杉田水脈さんですよね。杉田水脈さん裏金議員。令和新選組のパレードなんですけれども、たまたま松木先生がいらっしゃったので超党派でご挨拶いただきたいと思います。応援でやってまいりました。大丈夫です。もうどうせいろんなこと言われますからね。野党もいろいろとあるんですけども、昔こういうことがありました。小沢さんが初めて、政権交代をした時、八階派が一緒になって、その時に総理大臣になったのは誰でしょう。細川護熙さんですよね。小さな集まりだったんですよ。それから見れば令和新選組はうんと大きいと思いますね。ぜひ皆さん山本太郎君を総理大臣にしましょう。私は山本太郎総理という可能性十分あると思っています。自民党岸田政権の支持率ってもう 20% 前後ですよね。県民主党という政党にいたことがあるんですが、若手の議員を中心に山本太郎のファン多いんですよ。で、立憲民主党の中にも消費税は減税だという人たくさんいます。で、入管法の委員会、法務委員会で前石川大我さんも委員でらして、であの大部の日の審議なんですけど、その前に、木村英子さんとか船子さんとかみんな委員会室に入ってたんですね。で、ちゃんと委員長の許可を得て入ってたんですが、ある自民党の議員の人たちが、もう邪魔だよこんなとこって言ってきたんですよ。で、私は秘書ですから言い返せないから、どうしたもんかなと思ってたら、石川大我さんが「いいんですよ」って、委員長の許可もらってますから委員長の采配に従ってくださいってその人に言ってくれたんですよ。そしたらお黙りになって、江子さんとか船子さんとか皆さんそこにいることができたんですね。なんか、私もそういう人になりたいと思いました。他党の人のためにそういうふうにね、すごく嬉しかったですね。